月の光をお届けいたします。何でもお任せちゃちゃいなちゃい。ピアノ演奏の楽しさから引き出しまでたくさんございます。月の光、できるってとっても楽しいね。良い子の皆さんの自己肯定感を高めるピアノレッスンによって考える能力、自分でお片付けもできるよね。先生にきちんといろんなことを話してくれますが、靴の脱ぎ方、きちんと手を消毒してくれる良い子もたくさんいます。音楽は音を楽しむと書きますが、人と比べることなく個人の能力を見つけて見極める能力も大切になっていきます。
無理をしないで自分のペースで楽しく歌いながら弾いてみてください。ドレミの音名で歌うことで一度聞いたことのある曲は耳でコピーをして弾けるようにもなるんだね。そうだそうだ、まったくだ。いろんな曲をドレミの音名で弾ける、これはとっても大きな武器になるんだね。プラスアルファ行動奏法で楽しく弾き歌い、ルートンコード弾き一歩、後ろ向きで猫踏んじゃったも弾き一歩、自分の手を見ないで感覚で弾けるようにもなり、楽しいな、楽しいな、弾けるって楽しいな。一曲一曲丁寧に弾くことも大切ですが、この時期は外と中の気温差は少しダメージを受けます。皆さんも思いやりの気持ちに励ます、勇気づけ、これも大切にしております。それではまた明日もこう動きでください。毎日